先ほど、こちらの動画、アクセスできるようにしていたんですけども、それがこの文章丸々なくなっていました。で、その次に記載している、文章に関しても、なくなっていました。これはヤンキースにとって都合の悪いことであって、まあアメリカの大リーグにとって都合の悪いことであって、一部の球団にとって。で、その内容は大きな法律違反になっていると。で、この話、どこから話を及ぶかって言ったら、奴隷解放側が、南北戦争で勝った、そこまでの話まで遡ります。奴隷制度ですね。淡井圭介が家の中で寝転んだだけで、途中までね、5回ぐらいまでブルージェイズがリードしてました。あと、パドレスも当然、勝っています。まあ、先に試合が始まった部分等もあって、で、まあ、パドレスはそのまま、逃げ切れてるんですけども、まあ、パドレスの試合が、終わるかな、どうかなぐらいの頃に、寝転んだんですけども、まあ、ブルージェイズの試合が5回ぐらいのイニングですね。で、寝転んだ瞬間どうなったかって言ったら、それまで、カブスで鈴木誠也選手がホームランを打ってと、まあ、こちらの方が、打てるだけの環境を作っています。で、それについて、まあそういう事実をですね、ホームページ、淡井圭介の履歴のところに記載したら、その都合の悪い文章をちゃんと保存してるのに、いきなり、削除したやつらが存在します。だから淡井圭介のあのホームページに、ハッキングして、そういった都合の悪い内容っていうのを、削除していた連中がいたと。これが現実です。ここの声うんぬんとかじゃなくて、それよりももっと重要なのが証拠なんですよ。その通りに法律やコンピューターが稼働しなければならない。つまり法律側のコンピューターじゃないコンピューターが稼働してるっていうことですよ。今アメリカで、アメリカのスーパーコンピューターが世界ナンバーワンの能力を持っています。で、金融街はどこにある？ヤンキース。ニューヨーク。で、非課税の新ニーサっていうものを一番最初に始めた国はどこ？イギリス。奴隷解放側はフランスが買ってる。フランスが先に皇帝制度、要するに王政をなくしてる。一方的なルールばっかり作るから。卑怯な行動ばっかりするから。だから民主主義になった。だから、まず、で、自分たちは王侯貴族のように振る舞って悪いことをしていたのがヤンキース。だから名前がヤンキー不良っていうことになってる。不良グループ。不良グループだから、当然、そんな方法で買ってきた、そのような方法で買ってきたことは認められない。法律によって。淡井圭介が家の中で眠たくて、寝転がった方だけで寝てもないのに、15得点もしてる、その後。卑怯極まりない。横取り。横領罪。刑法で言うと。それを民事で金で払わなきゃなんない。当たり前じゃない。こんな卑怯な方法ばっかり使って。で、アメリカ自体が自分のところの国のコンピューターの設定をわがままにしすぎ。貸して上がりすぎ。素直に受け入れて、今まで優勝したことのない、法のもとに平等なんだから、優勝したことのないチームが優勝しなきゃならない。地区優勝の数を揃えるのと、リーグ優勝の数を揃えるのと、ワールドシリーズの数を優勝するのを揃えるのと、あと最下位の数を揃えるのを揃えなきゃならない。今更自分たちだけ最下位になりたくないなんて、そんな身勝手な、そんな話ないよ。そのような話ないよ。身勝手な話は。受け入れられないよ。そんなことだからずっと奴隷制度を敷いてたんだよ、アメリカは。格好悪いね、非常に。男じゃないよ。淡井圭介が寝っ転がっただけで、それ寝込みを襲う連中や。エロ業界を組んでた奴らどれぐらい残っとんね。ニューヨークで。訳してくれたらいい、淡井圭介の喋ってる内容。で、全アメリカ国民に聞かせたらいい。スポーツの試合の勝ち負けと得点の出方。淡井圭介は法のもとに平等の人間や。なあ、ニューヨークとか金持ってる連中がどれだけ汚い連中だったかも分かったやろ。これは本当の話や。
で、河川の撮影に行ってた時の内容なんですけども、動画つなぎ合わせたんですけども、今度、今再生してるんですけども、画面映らない。異常なサイバー攻撃を仕掛けられてきています。なんかもうお姉さんとかそういう声が聞こえてきてますね。どこの誰が言ってたんでしょうね。この塩谷ヶ谷や福田ヶ谷や山田川っていうのを撮影しに行っていて、あとこれもなんか使い勝手めちゃくちゃ悪いですね。ここでも、残ってちゃ悪い内容というか、こう、残ってたデータが重くなるから、こう、いちいちこれ削除してるのに、いつの間にかその内容が元戻ってる。ひどい嫌がらせ機能。電気代をたくさん使わせてエネルギーの残存量問題という国連の第一問題を、第一優先問題をないがしろにしてる。で、もともと、ファイル名とかもこだわりすぎや、鬱陶しい。保存しますか？はい、でもこれ次進んだい。これです。この河川の撮影ね。この動画をつなぎ合わせたんです。それが真っ黒系にされてたんですよ。今まで僕は歩いて河川の撮影しに行ってたところの映像を見たらわかるでしょ。どれだけ大変なことか。もういいか、もうスーパーコンピューターでの支配はもうなし。ホームページ淡井圭介の履歴の記載した内容を人間が確認してその通りにしたい。行うべきことは行ってる。さあ、誰が一番最初に卑怯な生き方、やめれるかな。とんでもない成績出してた人間。ちゃんとその頭の中とか貸してくれた人たちにお金払った。淡井圭介に1円もまだ払ってない人いっぱいいるよ、メジャーリーガーで。どうすんの、その話。地獄を見ていただいて、まあ筋トレや、セット回数や、懸垂の数などですね。で、まあ今、メジャーリーグの速報、先ほど見たとき、ドジャースが、同点で、まあ、マリナーズが勝って、ああ、その後、ジャイアンツが、先ほどまでは3対3で同点だったんですけどね。だからなんか、ルール変といえば変なんですよね。筋トレ自体はね、書き込みのところは途中まで2位だったんですけども、4回のセット回数はもうだいぶ前に終わってるんですよ。12時までにも終わってますね。日本時間で。だから、当時はその試合が終わる1時間半ぐらい前には終わってますね。12時までには絶対終わってましたから。まあ、点数の出方がちょっと変ですね。2024年、19時40分、6月29日です。まあ野球の試合が今こういう状況ですね。この、2試合です。プロ野球の方。で、パソコンが、起動しても、こちらのレノボの方なんですけども、まあ、なかなか稼働していない。で、この根本は、ところですね。これちょっと検証したいと思います。もしかしたらパソコンが人を動かしている電波によってという可能性もありますんで、ちょっと待ってください、今。あとは、まあ、Jリーグの方も今日土曜日なので、まあ、試合がありますので、まあ、状況
だから各個人個人のパソコンがどういうふうに稼働しているのか読み込んでるんじゃなくて、その電力を消耗しながら何かあのスポーツの勝ち負けに、関わっているのかどうかというところですね。ねえ、まあ、試合中と表記されているので、まあ、他の試合は、まあ、明日が日曜日なので、まあ、明日だったり、ちょっと待ってくださいね。ピントが合ってないのかな。明日とこう表記されている試合が、まあ、そこそこあります。ちょっとあの記録しながらあの物事何がどうなるのかっていうところ、まだパソコン最初のパスワードを入れる画面にもなってないです。これちょっと時間を置きながら、見てみます、ね、結果で、まあ電池の残量とかいろいろありますので、一旦時間だけ表記しておいて、また動画つなぎ合わせておきます。時刻先ほどより、10分ほど経過したんですけども、オリックスは逆転しています。西武が、さらに1点追加して4対0という形ですね。まあ、J リーグの方は、得点は特に動きはなかったんじゃないかなと思います。先ほど確認したらまあこういう得点だったんですけども、まあ、こちらの方はつい先ほどですね、まあ、下の方の表記はあのパソコンの電源を入れる前でした。で、パソコン自体はこういうふうにあの重たいままですね。先ほどやっと、まあ、画面が開けてというところで、で、この画面、特にまだ最初は何も押してない状態なんですけども、まるでこの間の途中のような形で、こういうふうな画面になってますね。で、今、押してやっと反応しましたね。何かこう証拠を押さえてなかったらしっかりと稼働しないような形にも見受けられますね。ちょっとこのままデータを入れながら作業してみます。電源オンにしています。で、差し込まれています。で、こうマウスを動かしてもカーソルが動かない。これがこの間から起きている現象なんですよ。タッチパネルの方は動くんです。で、こちらの方はもう一つのパソコンの方でマウスを動かしたらちゃんと稼働するんですね。まあ、テレビ局関係の、まあ、証拠というような、欄なんですけども、欄というか、まあ、フォルダーなんですけども、なんか稼働の仕方が変ですよね。先ほどのテレビ局証拠という内容のフォルダーをこちらのフォルダーに移したんですけども、今もう表記されてないですね。なんか今一瞬画面変になりましたね。もうなくなってしまってるんですよ。ゴミ箱に入れたわけでもない。まあ、あの USB メモリー 32GB のものに移したはずなんですけども、まあ、こういうふうな現象が起きています。
とまあプロ野球の方もどうなってるのか、もう得点特に、ちょっと待ってくださいね、時間経過でいいかな、6回裏終了、8回表というところですね。まあ、車の音がしたと思うんですけど、車のドアの音で無理やり繋がってきていて、多分近いからでしょう。オリックスバファローズ側の人間。もうこれ証拠。ヒット打たれてる。ツーボール、ツーストライクから。気抜いたやつが、車のドアの音で繋がってきて、で、鈴木選手は失投してます。ほぼ真ん中、6球目。違法行為。努力で勝ちに行こうとしていない。足引っ張る形や、その前は女2人、淡井圭介より年上の、まあ、ばあさんに近い、連中らが2名、挑発行為を言いながら歩いていました。つまり足引っ張りに来てる側の人間です。そいつらが今どの試合を淡井圭介が取り組んでるなんか、そんなものはホームページを見なきゃわかるわけがない。違法行為ですよ、これでオリックスが勝ったら。多分、その前の、9時21時ぐらいには取り組んでましたので、同点のホームラン、外選手の、その頃からは取り組んでましたので、多分9回ぐらいで試合、ロッテが、勝ってるはずですね。なんかコンピューターの電波で撮られる森友哉とか何か、そういうふうな王貞治さんの声で聞かされてますね。春山聖子寺に集まってきた連中、まともがの連中なんか一人もいないですよ。ダーティーな方法しか使ってない。日曜日休みなのになぜ車の音がする、なぜ外このような時間帯に動かすの人間で歩いている。歩く必要がない。もともとそんな人間ほとんどいない、この世の中に。民事訴訟法でも刑事訴訟法でも挑発行為はあります。違法行為をしてきたのは外にいた連中、車のドアの音にしても。法廷でも敬語で喋らなければならないというルールはありません。そのような法律はそもそも根本的にありません。礼儀に関して敬語を必ず使いなさいっていうわけではありません。刑安罪法の礼儀に関しては。当たり前のことですよ。原告は怒っていいんですから。法廷で認められてます、淡井圭介は。法廷で訴訟中の相手に対してもそうですし、状況によります。相手が悪党行為をしてきた人間に対して、わざわざこちらが敬語を使っていた相手が勘違いします。違法者にいちいち敬語なんか使わなくていいんです。敬意を表する言葉ですから。こういうふうにこちらの感情を怒らせて、ほら、こういうふうにする。ホームランという形で。というわけで、先ほどまで、私の、述べている内容の動画を見ていただいたんですけども、こちら、翌日の2024年6月の30日、朝の11時24分なんですが、まあ、昨日の昨晩ということだったので、まあ、今日に関しても、まあ、大きなレースはないにしても、競馬の試合とかあるわけですから、レースが。
まあ落馬等がないように、まあ、天の神様への安全のお祈りとかもしてますし、まあできるだけ冷静には努めようとはしています。ですが、まあ、昨日の野球の結果を見た時に、まあ、ロッテの試合に関してですね、まあ、オリックスバファローズの本拠地京セラドームが大阪府ですぐ近くにあるっていう部分もありますし、まあ、もともと、まあ、東京側の人間とかが、この辺りに家を借りていて、遠征側として、外から、嫌がらせと言ってくる。で、それによって、つながる、一時的につながることによって、まあ、私が今年優勝を、まあ、願ってると言いましょうか、させようとしてると言ったらいいでしょうか。ロッテ、まあ、楽天、うん、まあ、この球団がその今までの優勝回数とかを見たときに、優勝の数を揃える話と、最下位の数を揃える話、これは法の下によって平等で行わなければならないことであって、で、まあ、昨日の試合に関して、その14時からの、まあ、野球の試合の途中で、16時過ぎぐらいに、まあ、ちょっと寝ました。まあ、昼寝が少しできて、まあ、だいぶ体が、休まった感があるんですけども、16時過ぎか、まあ、17時前か、ちょっとまあ、はっきり、覚えてないんですけども、まあ、昼寝ができるだけでも、まあ、だいぶ、まあ、体の回復という部分で、まあ、だいぶ助かる部分あるんですけども、まあ、昨日のその、ヤンキースの試合ででもですね、得点がどういうふうにヤンキースに入ってしまったかの部分のところで、もうバレてるわけじゃないですか。ホームページ、淡井圭介の歴の一番を見てもらったらわかる通り。その日付の、29日の、最初出てきてる、その、腹筋、背筋、腕立て伏せの、セット回数、その後の、懸垂の合計回数とか、2本の、バーで、こう、両手で支えて、そこから、腕立て伏せをするようなものの回数とか、あと、まあ、高速もも上げだとか、そういったところの得点でもうバレてるんですよ。その時間帯にどこの誰がどういうふうにそれを略奪してしまったかっていう部分で。で、だからまあその辺のところで、まあ、まあ横領事件なんですよね。で、それが結局僕は寝転んだだけでそうなってましたから、の昨日の試合かその前の日の試合ですね、ヤンキースの、28日か29日、そのあたりの日付のホームページ、淡井圭介の歴の一番を見てもらったら分かると思うんですけども、昨日の試合に関しては、横浜 DeNA さんが5対1で試合終了した後ですね、もう一旦昼寝したのは、まあ、阪神タイガースの試合等はありましたけども、今年優勝するのは横浜 DeNA で、まあ、私の方でも、物事を進めてますので、これは一つの球団だけが、例えば阪神タイガースばかりが優勝してしまうと、これは読売ジャイアンツとしていたことが同じになってしまうと。まあ、これは法の下に平等であって、まあ、各地方の人たちの、まあ、楽しまれる部分だとか、まあ、それをごく一部の球団だけが、たくさん優勝することによって、まあ、そういった部分をないがしろにしてはならない。それはまあコンピューターの稼働等によっておかしなルールがたくさん作られている。で、何がどうかって言ったら、その寝転んだり昼寝をさせてもらえないっていう時点で殺そうとしてるんですよ。殺人事件なんです。私の母親はもうすでに殺されてますので、殺人、私に関しては殺人未遂でやられてるんです。わかります？この状況を毎日。これであとは怒らずに、外から文句言ってくる人間に対して、で怒ったら怒ったで、もし競馬の試合とかがあったら落馬とか発生してます。大変危険です。あとはまあ野球の試合とかで言うと、デッドボールだとか。
むちゃくちゃなルールっていうのを結局植え付けられたというかはめ込まれてるというかコンピューターの電波の世界によってですよ。だからそれを政府が正式に公表をしっかりとするべきであって、僕の立場っていうものとんでもない非人道的な行為が行われてるんですよ。残虐な非人道的な行為に関する法律、まあ、国際条約なんですけども、そういった、重い法律に抵触しています。完全にこの内容はだからその辺のところで、負担が私の方にまあかかりすぎてる部分があるわけじゃないですか。で、今、早急にしなければならないのは、オリンピックの解体や、河川水門化、英式ダム発電や、かまど発電。これはもう倒木がすごくものすごくあります。倒木、流木。例えば神戸市の山だけで1万本軽く超えます。これはもう撮影しますので、ちょっと1時間ほど山の中歩いただけで、流木や倒木が1000本ぐらいあります。で、河川の両サイドとかも伐採していく木まで合わせたら、まあ神戸市内だけでも何万本とあります。さらに山の中はもっと奥の方に入っていったら枯れてる木もっとあると思います。だからまあ10万本ぐらいあるんじゃないかなと思っています。だからまあかまど発電とその次の、まあ、3本の矢ということで、まあ以前安倍さんが言ってた3本の矢っていうのはその経済の話にすり替わってましたけども、多分安倍さんも言いたかったと思うんですけども、河川水門化、英式ダム発電と、まあ、かまど発電とメタンガスの抽出場。メタンガスの抽出場っていうのは、生ゴミを、まあ、家から歩いて、まあ、捨てに行く生ゴミのその容器、密閉している。まあ、蓋を開けてそこに捨てると。まあ、そこから、時間の経過とともに、まあ、発酵してメタンガスが抽出できる、そのメタンガスの抽出装置をつけておいて、電気とかは使わずに、そういったものを日本全国10万箇所に設置しておけば、あとは燃えるゴミは燃えるゴミだけになるんですよ。まあそうすることによって各小中学校、特に山間部のところは、かまど発電というものが設置できたりだとか、まあ海沿いのところとか浜辺の方のところでの学校は、まあ、かまど発電になるのか、その、まあ、薪ストーブみたいな形で、その燃えるゴミを、まあ、薪ストーブとして使用すると。その廃屋とかも解体したら木材は出てきますし、例えば春から秋にかけて、まあ、一般的な近畿地方や、中国地方、四国、九州、まあ、中部地方なども含めて、まあ、関東地方もそうだと思うんですけど、まあ4月ぐらいになったらまずストーブなかなか使わないわけじゃないですか。で、じゃあ学校で、その燃えるゴミを持ってきてもらって燃やすっていうことは周りの小中学校の全ての世帯の、じゃあ4月から、11月ぐらいまでかけてストックしてきたその燃えるゴミの量っていうのは膨大な量になるんですよ。だからまあ小中学校とかでもかまど発電ができるんじゃないかなという見通しなんですね。でまあ最低限今まで消費されていた例えばエアコンを暖房として使っていたところはまあかまど発電まで至らなかったとしても薪ストーブとして、まあ、電力の使用量を抑えたり、石油ストーブを使用していたところは石油の消費量を抑え込むことができると、まあ、これを世界中で行えば、まあ、だいぶ物事が変わっていると、まあ、河川水門化、英式ダム発電もそうなんですけどもプラスマイナスのところですね。ただしガソリン車の生産は絶対、停止させなければならないというのはもうこれは本当のところで、人口に関しては、ここまあ人口増加の話になってますけども、本当のところは世界各国どこの国も表記している人口の3分の1か4分の1なんですよ。だから世界中で人口日本の国土面積に合わせて、まあ、大体の数字を僕は52番ホームページは YKS 県で行きの52番に51番じゃないですよ
次52番で世界の人口各国の、あの名称を出して、大体これぐらいですっていう人口を表記してるんですけども、あれぐらいの人口しかいないんですよ。で、農業はすごく発達されて他国まで輸出ができてる国に関してはもっと耕作面積が広いわけですから、日本の国土面積と比例した人口よりももっと少ないはずなんですよ。これが現実なんですよ。だから多分、まあ一応、まあ大体で世界全体の人口は23億人ぐらいで私は表記してるんですけど、多分20億人ぐらいですね。これがこの世の中の現実で、それに対してガソリン車は今までバス、トラック含めて、15億台生産してきてしまったんですよ。だから昨年だけでも世界全体で見たら約、まあ、8000万台ほどですね、生産されてた車の量は。オートバイとかは別ですよ。だからもうめちゃくちゃなことしてるんですよ、世界中で。だからすぐにガソリン車の生産を停止しなかったら、それでも10年間ぐらいは、あの石油の消費量っていうのが、まあ、同じか。拡大してる状態っていうのが続いてしまいます。もっと強い規制をかけて、仕事でどうしても必要な人だけにしてくださいっていう形にしなかったら、あの通勤とかですよ、いやあなたのところ電車バスの方で行けますよねっていうような形にしなかったら、これはもう人類、もう世界中もう それでもう統一しなかったら無理があるんですよ。この消費量だったら年々拡大してるんですよ、ガソリンの消費量が。まあ、僕は若い頃で69年分技術的採掘可能埋蔵量を先々までずっと掘っていく分も含めてですよ、それが2011年には59年分で、2022年には54年分、ガンダムの生みの親富野さん、今もう80代ぐらいですけども、若い頃残り80年ってもうその頃から言われてたんですよ。じゃあジョン・F・ケネディさんが暗殺された事件ってあるじゃないですか。アポロ計画を言ってた人だと思うんですよ。その息子さんかもしれませんけども、ジョン・F・ケネディさんの歴史とか、また何年頃だったのかとか確認しなければならないですけども、もともとは白黒映像だったような気がするんですね、ジョン・F・ケネディさんの暗殺。だからテレビの情報が間違えているのか何なのか、意図的にそうしているのか何なのか、ちょっとよくわからないんですけど、まあスポーツの話からだいぶ話逸れてしまったので、もう一度話戻しておきますけども、この寝転んだりしただけで、得点が逆になる、これ日本のプロ野球業界でも起きてしまっている現象で、例えば昨日ロッテが5得点あるはずなのに、楽天とかが相手チームが得点できてしまったでしょう。まあ、昼寝はしましたけど、それは普通のことであって、その時間帯の試合じゃないじゃないですか。でこれルール、僕を殺して何もかもなかったことにしよう、隠蔽しようっていうルールでずっと物事が動いていたっていうことになるんですよ。もしくは阪神タイガースとか、僕が今年優勝を、提案している横浜 DeNA とか、一部の球団が負け続けてればいい、そこの収益、じゃあどこは収益上がるかって言ったら、今まで昔は読売ジャイアンツだったっていうことですよ。僕が生まれる1977年までの、戦後の、優勝を何年、どこのチームかっていうところを見たら、ほとんど読売ジャイアンツです。それプラス2番目に多かったのがヤクルトスワローズなんですけども、それでも6回ぐらいだったと思いますよ。6回あったかなかったかぐらいですよ、リーグ優勝。びっくりしますよ。だコンピューターの電波とか使ってむちゃくちゃなことを昔からされていた、もしくは法律プラスでっていう形で、だからそれが法の悪用であって、これは首都の方がしてきた実態であるんですよ、あるんですよ。だ精神病院に入院させて隠蔽させようとしたりだとか、自分たちの都合の悪いことがあったら、だ警察官使って撮影したらダメだよとか、そういうことを言ってくる人違いますから。防犯カメラと証拠は重要なのであって、警察官も悪いことをしてる人たちは今までいっぱいいたんだが、裁判官も含めて。じゃあ誰が信用できる人間なのかっていう話になるんですよ。議員も含めてですよ。議員さんも含めて。だから証拠の映像が必要になるんですよ。
それを見て一般人の人たちがこの人たちが悪いかどうかっていうのを判断するんですよ。で、このスポーツの勝ち負けのところもそうですけども、まあ、結局昨日の試合に関しても春山整骨院日曜日休みなのに誰かが夜の時間帯まで来るでしょ。昼間も来たらダメですよ。昨日は手製土曜日だから、日曜日が休みですけども、まあ、土曜日も、本当は昼までの、営業です、もともと。で、もともとはもっと遡っていくと、春山整骨院は建物解体のところまで裁判所の判決がありましたから、もう即逮捕なんですよ、あの建物を作った連中。本当ですよ、裁判所の判例に背いたら即逮捕ですよ。法律でそうなってるんですから。じゃあ、どれぐらいの警察官とかが関わっていたんだと。裁判所勤務者の人間など、あとは周りの近隣の上が大企業だった理由になんない。国連の出してるエネルギーの残存量問題の方がはるか上、その内容に背くような形で僕を一人を抗議対象にして楽しんでた連中、昨日もそう、夜に僕より、年上の女性2名が外からからかうようなことを言ってくる。その瞬間つながるわけじゃないですか。じゃあその時の試合に取り組んでたロッテの試合、不利になりますよね。あと春山整骨院の人間、あとその人間たちに向かって僕は文句を言う、これは普通のことであって違法行為じゃないんですよ。相手が違法行為をしてるんですよ。民法720条の正当防衛丸102ね、自分で自分の身を守ってるだけですよ。注意しなかったそいつらないくらでもずっと同じことしてきたんですから。車のドアとかの音を使って一瞬つながってくる、そいつら気を抜いてるから、気を抜いてる人間とつながったら音聞いてしまうと、じゃあロッテのピッチャーまで影響が出る。ど真ん中最後ボール投げてホームラン打たれて、得点は5対3、5点。僕はホームページにあらかじめ書き込んでいましたよ。ロッテや楽天、イーグルスに5点ありますって。横取りしてるんですよ、相手チームが。じゃあ僕だけ不利なルールをずっと植え付けられていたっていうことになるんですよ。で、殺されそうになっていたと。で、今もその現実は変わらない。ずっと殺人未遂事件ですよ。電波で無理やり起こそうとしたりする方法。だから行政が悪かったっていうことを認めればいいんですよ、裁判所で、特に最高裁判所で。だって行政の人間が議員の人たちが身勝手にスタジアムを建設してエネルギーの消費を加速させていて、いまだに自動車のガソリン車の生産停止を公式発表できていない。それどころかマイナンバーカードの本質は厚生年金に全員がしっかりと加入できるように IC カードとかを、登録してるんですから、そこでその IC カードを利用して、退勤費を、まあ勤務出勤と、出勤、退勤、退社表を制作して管理する。で、厚生年金にしっかり入れてるかどうか。これをしあげなかったら、厚生年金の加入がなかったら、それまでの人生のトータルの課金2000万円なんかまず到達できないです。昭和63年に人材派遣業法を作った人たちも、ひどい賃金叩きを発生させようとしていた。それが議員の正体であって、議員に限って大きな家に住んでたでしょう。それは責められますよ。だって違法行為してるんですから。社会的地位が上、違いますよ。違法行為をしてきた量の多さが、今まで社会的地位の高かった人間の方が大きいんですよ。上下関係逆になるんです。してることをしたらもうめちゃくちゃじゃないですか。精神病院に入院させて隠蔽させて、精神を生産されなくなる薬で自分たちの一族さえ残ればいいっていう連中らが一般人を次々と精神病院に入院させて精神を生産されなくなる薬だとか、女性には女性バージョンものを飲ませてるんでしょ。それで人口が増えるのを抑制するどころか極端な少子化に向かって
もう今、だいぶ前から、もしかしたら女性と男性、今の日本の国境内で生まれてきてる人、年間10万人もういない可能性の方が高いですね。今の人口はだいたい3200万人ぐらいですよ。日本人の今の国境のところ。1億2000万人の話は、満州国っていう、まあ今の日本と同じぐらいの国土面積と、朝鮮半島と台湾を併合していたところの人口ですよ。中国の首都北京のすぐ近くですよ。満州国のあの境目のところは。淡井さんの言ってることがおかしいじゃなくて、淡井さんの方がよくわかってるっていうことを理解しなきゃならないんですよ。多くのものが。行政がまあフェイクスターだったと。ただ、行政の人間も全員が全員、こんな状況は間違えてるって、間違ってるって、しっかり、本当のことだけにしなきゃならないって思ってる人たちもたくさんいらっしゃるんですよ。ほとんどの人はそうだと思いますよ。こんな無茶苦茶な世界無理だって。絶対滅びるって。急に、石油とかガスの輸入が止まってと。物流とか全部止まるんですよ。冷蔵庫も止まりますよ。食べ物腐りますよ。スーパーマーケットの食料並ばないんですよ。物流が止まるっていうことは。状況分かってますかっていうことなんですよ。それでなぜ僕は寝転んだだけとか昼寝しただけで遊んでないのに試合の結果逆になるんですか？してることがむちゃくちゃすぎるでしょ、スポーツ業界。だからエネルギーの残存量問題が分かった時点でスポーツ業界も何らかの対応をしない限りむちゃくちゃな金の使い方で、豪遊をして、仕事と見せて、遊びで金を稼いでいたっていうことになるんですよ。どのようなスポーツも同じですよ。ということです。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいて、まあ今、一時停止をして、それをメモしておけば、自分の、座る、台所のテーブルの上とかにその紙を置いておけば、忘れることなくなりますから、しっかりと着信通知の設定をして、淡井さんの動画を見た方がいいよ、ということは、周りの人たちにお伝えしていただけますでしょうか。ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、世の中の現実って結局、このままですよ。自分たちで、どうにかしなければならないっていう危機感がなかったら、もう高齢者の人間なんか当てにしてたって無理ですよ。偉そうにしてるだけで。逆ですから。今まで散々悪いことしてきた人たちだから、淡井圭介さんに対してだけは絶対に敬語を使わなきゃなんない。当たり前じゃないですか。特に社会的地位の高い人。そんだけ高い給料もらっていて、このありさま何なんだったんですかって。26年前からですよ。メタンガス抽出場のところの話も、蒲田発電の話も、河川水門開式玉発電の話も。大きな家建てるお金あるんだったら、一時的にも淡井圭介にお金貸したらいいじゃないですか。で、特許通して、河川に設置を認めて、で、お金に余裕のある人に投資してもらうと。それが株ですよ。エネルギーの残存量問題に対応できるようなところにしか株の売買を認めないようなぐらいの形にしなかったら無理なんですよ、この世の中。残念ながらそれがずっと分かっていないっていうのが、公務員の人たちでもたくさん占めていると。じゃあそれ以外の人たちで、まあ、大企業の一部の人たち、エネルギーの残存量問題を意識している人たちは稀にいらっしゃいます。だけども少ないんですよ、数が。じゃあその辺の飲食店で働いてる人たちがエネルギーの残存量問題意識して生きてるかって言ったら自分たちが車乗ってる時点で意識なんかしないでしょうって解決する気なんかないんでしょうって簡単にわかるんですよ。みんな電車バスとこで歩いてね、駅から大体のところ近くですよ。そういうふうに街が作られてますから、たかが10分15分20分歩くぐらいで全然大したことないですよ。
ということです。スポーツ界、寝転んだり、寝ただけで、試合の内容を身勝手に覆すっていうのはやめてください。それと、まあ、証言が出てきてますけども、杉本選手ですかね、ラオウっていうあだ名がついていたオリックス・バファローズの選手ですけども、まあ、中嶋監督が、お前が決めてこいっていうことで、バッターボックスに送り出したみたいなんですけども、その辺のところもね、決めるの意味っていうのを本人がこの状況を分かっていて打ってるのかどうか、これなんですよ。これだったら嫌がらせしてきた人間が挑発行為とか、それも多数で、昔で言うと1年間で何万人という数だって、1日に100件以上絡まれてるんですよ。外から喧嘩打ってくるようなことを言ってくる人間、あと買い物行く行き帰りで何人も、ものすごい数です。そういうふうに先導してたのがテレビ局だったでしょ。それはこの世の中滅びますよ。僕は一番最速の正しいことをしようとしていたのに、それを徹底的に潰そうとしてきたんですから。一部の人は違いますよ。売電っていう形で認めて、個人で電気を、売買できるような形で、まあ、太陽光パネルや風力発電に関しては、まあ一部は普及していると。だけどそれだけじゃ全然全く足らない。もう34歳にもなってエネルギーの残存量問題全くわからないでした。じゃあ話にならないですから。その人たちが覚えてなかったら、じゃあ20代の人たち誰が教えるんです。そうでしょ。じゃあ自分たちで行動で示すしかないんですから。だからプロ野球とかだったら南から北に向かっての巡業、移動距離を縮める、消費されるエネルギーが少なくなる。でスタジアムは絶対にお金をいただく。入場していただく限り。それは夜の8時を超えていようが、20時を超えていようが。当たり前のことです。当然のことです。サッカー界は2リーグ12球団制。そこも同じく南から北に向かっての巡業。エアコン、論外。屋根があったとしても。ということです。皆さん、しっかりとご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、これからも試合経過とか、自分がどういうふうにしたら、試合がどうなっていたかとかは、お伝えしますね。で、例えば昼間の、まあ、少し前の、まあ、6月下旬の水曜日の、まあ、ヴィッセル神戸の試合と、阪神タイガースの試合があった日なんですけども、その日、メジャーリーグの試合は大体14時ぐらいには終わるんですけども、まあ13時45分だとか、大体それぐらいの時間には終わるんですけども、その後18時までの間、休憩として、我が天下と我が天下戦国府部というゲームをしました。で、結局それ理由で同点にしたりとかしてるだけで、本当は試合勝ててたでしょ。他で僕は知ることの内容は、すごい内容はいっぱいあるわけじゃないですか。で、普通休憩時間がなかったらおかしいんですよ、法的に。勤務として物事を見た場合。なおもう完全に奴隷化されてるんですよ。ずっと遊んではダメだみたいな形で。で、遊んだらどうなってたかって言ったら、阪神タイガースとか犠牲になっていたっていう話で、だからこの辺のところの社会の歪みっていうものを全て改善するしかないんですよ。そこから逃げ出したらダメだと。特に東京都の人たち。だからはっきり分からない読売ジャイアンツとか、ヤクルトスワローズ。
あとは東京ベルギーだとか、東京という名前がついてるところは分かりやすいですよね。だけど、町田ゼルビアっていう名前を聞いたときに、最初、東京都のチームって分かりませんでした。それは普通だと思いますよ。せめて各都道府県とかの名称とかじゃなかったら、なかなか分からないですよ。子供の頃って、例えば、甲子園って大阪にあるって思ってた人たち結構多かったんじゃないですか。テレビの放送で大阪大阪って言われてましたから。兵庫県ですよ。兵庫県の西宮市に甲子園球場あります。小学生とかの頃ですよ。わからないでしょ、普通それぐらいの年齢だったら。その地元の人たちじゃなかったら。まあそれぐらい当然のことですので、まあ、皆さん、ご協力、ご対応。まあ、結果の出方ですね。それこそしっかりしてほしいですね。以上です。